はい、皆さんこんにちは。セイキン TV のセイキンです。いやー、最近ねポケモン GO 流行ってますよね。まあ僕はね、ちょくちょくやってます。まあ僕はね、どちらかというとポケモン GO というよりは昔本当にずっとポケモンやってた世代なんですよね。僕が当時やってたのはレッド版ですよ。ヒカキンはねグリーン版を持ってましたね。っていうか最終的にはレッド版とかグリーン版全部クリアしてブルー、それからピカチュウ版とかもやってました。なんならその後の金銀もやってましたね。ちょっと今からすると古いかもしれませんがね。で、そのポケモンのモンスターの中にメタモンっていうのがいるんですよ。まあポケモン知ってる方であれば大体知ってると思うんですけど、そのメタモンがこちら。じゃじゃん、メタモン。これ変身ポケモンで、くねくねしてる形のないポケモンなんですよね。で、これ戦うときは、その相手のポケモンに変化して戦うことができるんですよ。それがメタモンです。例えばね、人影が出てきたら人影の形に変身することができるわけですよ。だからね、意外と強いと思うんですよね。でも顔がね、すごく僕的に可愛いと思うんですね。まあ、いろんなポケモンに変身するのがメタモンなんですけど、その変身したメタモンのぬいぐるみがすごく可愛いんですよ。で、今日はその変身したメタモンのぬいぐるみをたくさん買ってみました。皆さんにお見せしたいと思います。まずはこちらピカチュウなんですが、これメタモンなんですよね。これね、一見ピカチュウに見えるでしょ。でも顔がこれ、ほらこの目と口を見てください。これをちょっとどかすと、ほらどう見てもこれメタモンですね。そう、これがメタモンなんですけど、これがこう変身したという、そういうぬいぐるみですね。まあ形はね、まさにピカチュウですよ、これは。ただし顔がね、ちょっと変身できなかったということです。はい、お次はこちら。これイーブイですね。イーブイももともと可愛いポケモンなんですけど、なんかさらに顔が薄くなっちゃってね、これ非常に可愛いんですね。イーブイは進化すると、サンダース、ブースター、シャワーズ、3種類に変化できるんですよね。ただしこれはメタモンです。せっかくなんでここからはクイズにしましょう。この体で何のポケモンか皆さん分かりますか？尻尾から火が出てる、これはもうあれしかいません。じゃじゃん、メタモンですねメタモンなんだよ、顔が。これ本来はこの形のポケモンといえば、あの人影ですよね。人影はリザードン、リザードンっていう感じで進化するんですが、僕はねリザードンすごく好きでね、昔すごい絵を描いた覚えがあります。はい、お次はこちら。これ何のポケモンですか？ここが特徴的ですね。正解はメタモンなんですねはい、まあ本来はこれピッピですね。ピッピピクシーだったっけな。でもこれね、若干本物に顔似てるかもしれないですね。うまく変身したということですね。さあ次、これです。これもうめちゃめちゃ簡単ですね。ゼニゼニー。そう、ゼニーがメタモンですねメタモンですね。これはだいぶ顔薄くなってるよね。ゼニガメってもうちょっと目大きいですよね、確かね。ゼニガメ、カメル、カメックスと進化します。なんですが、まあこれメタモンだよね、どう見ても。さあお次はこちら。皆さん何のポケモンかわかりますか？このトゲトゲして紫の感じね。はい、表はこうです。これはゲン、メタモンですね、これは。本当はこれゲンガーです。ゲンガーに変身したメタモンですね。ゴース、ゴーストゲンガーですよね。はい、本日最後です。これわかりますか？これ結構特徴的ですよね。はい、表側こうです。大ヒントだね。この渦巻きを見たらもうあれしかいませんよね。そう、ニョロン、メタモン。そう、本当はニョロモです。ニョロモ、ニョロゾ、ニョロボンかな。これ見てくださいよ。僕ね、個人的にこれが一番好きなんですよ。これが公式キャラでいけんじゃないかってぐらいね、可愛いですね。この渦巻きと丸さと顔がすごく合って、新しいポケモンでいいんじゃないかと思いますね。はい、ということでね、こうやって並べると非常に可愛いです。あれ？なんか一番左の人なんかちょっと違うような気がするんですけど。あれね、隅っこ暮らしの恐竜さんなんですけど、あれももしかしたらメタモンなのかもしれませんね。で、実はまだあるんですよ。ポケモンと言ったらやっぱり、あれを忘れちゃいけないんですよね。
じゃじゃん、皆さんこのポケモン何か知ってますか？まあ大体の方知ってますよね。これは151匹目のポケモン、ミュウです。はい、これはね、見ての通りメタモンではありません。ちゃんとミュウの目ですね、これはね。尻尾も結構長いんですね。さらにさらに、やっぱりポケモンを捕まえるにはあれがないといけません。じゃじゃん、モンスターボール、これも買っちゃったんですよ。でかいでしょ、めちゃめちゃでかいモンスターボールです。まあ本物ね、こんなに大きくないと思うんですけど、結構触り心地がいいですよ。はい、ということで変身ポケモンメタモンぬいぐるみでした。それではまたお会いしましょう。 See you next メタモン。夢見たパラダイス、無限には続かない、だから僕は走り出す、次へと Just keep going、 Keep your head up、 So keep your head up、 信じた道突き進め。